ケルンテン公国、ヘティソクトゥームケントンボイバディナコースカ、ケルンテン公国は、かつて南部オーストリアと北、スロベニアにまたがって存在した公国。976年から1806年まで、神聖ローマ帝国の構成国家であり、その後1918年までは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇帝直轄領であった。サンジェルマン条約によって、公国の大半がオーストリアのケルンテン州となり、わずかな南東部分は新設されたユーゴスラビア王国に含まれた。一方で自治体、タルフィズの含まれるカナルタールタにはイタリア王国へ割譲された。7世紀、ケルンテンの地はスラブ系のカランタニア公国の一部、後に788年から843年までカール大帝の帝国の一部であった。843年、帝国の分割で、ルートヴィヒ2世が治める東フランク王国に属した。889年から976年まで、バイエルンのケルンテン辺境伯領となったが、辺境伯ベルトルトはすでに東フランク王ハインリヒ1世によって、公の地位を与えられていた。ベルトルトが938年に、バイエルン公となると、バイエルンとケルンテンの両公国は一人の、公によって支配された。976年、神聖ローマ皇帝オットー2世は、バイエルン公ハインリヒ2世を退位させた。そして帝国内に、第6の公国として、バイエルン公国からケルンテン公国を分割した。新設されたケルンテン公国は、ハインリヒ3世に授けられた。そしてシュワーベン公オットー1世には、バイエルン公国が与えられた。995年、エッペンシュタイン家出身のアダルベロ一世が、ケルンテン辺境伯に、1012年には、ケルンテン公となった。彼は1035年に、地位から追われた。1077年、公国は、エッペンシュタイン家のルイトポルトへ与えられた。しかし、エッペンシュタイン家は1122年のケルンテン公、ハインリヒ3世の死で断絶した。当時、公国は、相当に領土を減らしていた。現在の上シュタイアーマルクの大半が、シュタイアーマルク辺境伯オットカル2世のもとへ渡っていたのである。ケルンテンに留まっていた領土は、最後のエッペンシュタイン家の公ハインリヒ3世から、彼の養子ハインリヒ4世へ継承された。彼は1122年から翌年に創生するまで治めた。最も傑出したシュポンハイム家の公は、ベルンハルトである。彼は、文書の中では、統治の第一人者と実際に記述され、称された人物であった。シュポンハイム家最後のウルリヒ3世はいとこにあたる、ボヘミア王オタカル2世を後継者に選んだ。シュポンハイム家最後の人物であった、ザルツブルク大司教フィリップは公になろうと試み、ハプスブルク家のルドルフ1世の支援を得たが、オタカルを打ち破ることはなかった。ウルリヒは1279年に死んだ。公の意思ケルンテン公の就任において重要な役割を担ったルドルフはオタカルを撃退してローマ王に即位するとケルンテンをゲルツ伯マインハルト2世に与えた。1335年にこの家系の最後の男子であるハインリヒ6世が死去すると皇帝ルートヴィヒ4世はこの時から1918年までハプスブルク家がケルンテン公国の支配者となった。ハプスブルク家のその他の構成国、地域と同様、ケルンテンは長きにわたって、自前の根本的な構造を持つ半ば自治国家であった。ハプスブルク家は、1379年のノイベルク条約の際と、1564年の2度、一族のうちで領土を分割した。そのどちらの時も、ケルンテン公国は、インナーエスターライヒの一部となり、シュタイアーマルク公国、クライン公国と合同で治められていた。女帝マリア・テレジアと皇帝ヨーゼフ2世は、より単一化されたハプスブルク国家を創設しようと試みた。そして1804年、ケルンテン公国はオーストリア帝国へ統合された。1867年、ケルンテン、数世紀にわたって、ケルンテン南部ではスロベニア語に代わってドイツ語が浸透した。しかし16世紀にケルンテンの諸公がケルンテンをウィンド大公国、すなわちスロベニア人の対抗国と呼んでいたという事実から、ケルンテン人が自身の古いゲルマン人以前のルーツに気づいていたことがわかる。第一次世界大戦の終結とオーストリア・ハンガリー帝国解体がサンジェルマン条約で決まると、ケルンテン公領カナルタール谷のうち、タルフィスからポンタフェルまでの地域がイタリアへ、メジャダニ、ウンタードライブルク周辺のドラバ、川谷、ゼーランと一帯のスロベニア語地域がセルブ・クロアート・スロベン王国へ割譲された。しかし、ユーゴスラビア王国は、かつてのケルンテン公領のこれらの地域を得ただけでは満足せず、公国の首都クラーゲンフルトを含むカラバン県山地北部の土地も占領した。小協商諸国は2回に分けて住民投票を行うことを決定した。まず、1920年10月10日にケルンテン国民投票が行われ、その運命が決まった。オーストリア貴族賛成という結果により、サンジェルマン条約ですでに決められていた国境は変更されなかった。ケルンテン公国のオーストリアへ帰属した部分は、現在連邦州の一つ、ケルンテン州となっている。イタリアへ割譲した部分は、現在フリウリ・ベネツィア・ジュリア州に属しており、ケルンテン公国の大部分を占める、ユーゴスラビア王国へ併合された部分は現在、スロベニアのコロシカ地方を構成している。括弧内は、在任年を示すルイトポルトケザーリアーケルイトポルトケ、リュードルフィングテザーリアーケエッペンシュタインケザーリアーケコ、ベルフケエッツォーケツェイリンゲンケエッペンシュタインケヘプシェミスルケ、ハプスブルクケレオポルトケ、編集1458年のハプスブルク領。統合後、編集ハプスブルク家のインナーエースターライヒ公、編集1619年、インナーエースターライヒ公、フェルディナント2世が神聖ローマ皇帝に選出された。あと、ケルンテン公領は再び他のハプスブルク家領と統合された。以後神聖ローマ皇帝がケルンテン公を兼ねた。下記以外は各家のページを参照のこと。メディーバルジーニーアリジーハットイビド。ありがとうございます。